アスマ、ジラニ・ジャハンギールは、パキスタンの弁護士、人権活動家。ラホール高等裁判所判事、パキスタン最高裁判所判事を務めるほか、パキスタン人権委員会及び女性アクションフォーラムの創設者の一人であり、心境、心情の自由、略式手続きによる刑の執行及び、イランにおける人権に関する国連特別報告者、人権のための南アジアフォーラム議長、 ディフェンス・フォー・チルドレン・インターナショナル国際執行委員会委員などを歴任。パキスタンで初めて女性、子供、強制労働者、囚人、宗教的少数派などの弱者に無償で法的支援を提供する法律事務所、アグス法律支援を設立。国連人権賞、ライト・ライブリフット賞、マグサイ・サイ賞、心境の自由賞など多くの賞を受賞した。 アスマジャ・ハンギールは1952年1月27日、パンジャーブ州ラホールに生まれた。父マリク・グラムジラには、公務員で退職後に政界に進出したが、バングラデシュ独立戦争における、パキスタン政府による武力鎮圧やベンガル人の大量殺戮を非難したことで投獄され、その後もパキスタン軍事政権を批判したことで、数年にわたって投獄及び自宅軟禁された。 母ベグムサビハジラには、高等教育を受けたムスリム女性が、ほとんどいなかった時代に、ラホールにあるキリスト教系の大学で学んだ初のムスリム女性であり、1967年に、処罰として、一家の土地を没収された時には、医療品店を開店して、家計を支えた。ジャハンギールは4人兄弟姉妹で、妹のヒナジラには後に、ジャハンギールと同様に最高裁判事を務め、 人権活動家として活動を共にすることになった。ジャハンギールは18歳の時に逮捕された父を釈放する要最高裁に申し立てを行った。申し立ては棄却されたが後に軍事法によるこの逮捕は違法であるとの判決が下された。ジャハンギールは1974年にキネアード女子大学で教養学士号1978年に パンジャーブ大学で法学学士号を取得した。また、後に、クイーンズ大学、ザンクトガレン大学、アマースト大学から名誉博士号を授与されている。1980年からラホール高等裁判所、判事、1982年からパキスタン、最高裁判所、判事、1986年からはパキスタン。 最高裁弁護士会の執行委員会会員を務める一方、1980年代からひなじらにらと共に人権活動家として活躍し、パキスタンの人権侵害について調査し、抑圧されている女性や宗教的、民族的少数派を保護するために、パキスタン人権委員会を設立した。近年、人権委員会が行った調査により、ようやくパキスタンにおける、 名誉殺人の実態が明らかにされつつある。例えば、毎年1000人近い女性が婚外性交渉や親の認めない付き合いを疑われ、家の名誉を汚したとして親族に殺害されているが、それでもなお、このような残忍な事件は、日常的に広がった暴力の一環であり、実際には、どれくらい広まっているのかを推定するのは難しいという。 結婚を拒否したり離婚を申し立てたりした場合も同様であり、ジャハンギール弁護士とジラニ弁護士が担当した離婚申し立てでは当事者が母親が面会に連れてきた運転手に殺害され、ジラニ弁護士も重傷を負った。二人はペシャワール商工会議所の回答職にあった父親に二人の弁護士こそ娘を殺した長本人だとして提訴された。また別の事件では、 ジャハンギール弁護士がある離婚訴訟で口頭裁判事に、あなたのいるべき場所はここではなく、刑務所だと罵声を投げつけられた。彼女は他にも離婚訴訟中に裁判所を出たところで、襲われた女性や、一部の者から、伝統やイスラムに反すると見られた氷決を出したために、命を落とした判事のことなどに触れ、パキスタンは、まだ人権を尊重することの必要性さえも、理解していない国だと語った。 ジャハンギールは、歯に衣着せぬ物言い,いで知られている。例えば、ドナルド・トランプは、共和党大統領候補であった頃からすでに、米国へのイスラム教徒の入国を一切禁止するよう、政府に求めていたが、ジャハンギールはこれについて、これは最も無知で偏教な考えだ。米大統領を目指す人が、パキスタンにいる無知な宗教指導者と競うなどとは、思いもしなかった。 我々は米国ほど進歩していないが、決してそのような人々を選んだりしないと批判した。ジャハン・ギール・トジラには、白軍自政権下で1979年に制定されたフドゥドポー、特に女性の証言は、男性の半分の効力しか持たないという規定などに、抗議して、女性アクションフォーラムを設立した。さらに、パキスタンで、初めて女性、子供、強制労働者、 囚人、宗教的少数派に、無償で法的支援を提供する、法律事務所、アグス法律支援を設立し、ついで設立した、アグス法的支援センターは、女性のためのシェルターの役割も担うことになった。パキスタンでは、冒徳法、特に、神聖なる預言者、ムハンマドの名を汚す者は死刑もしくは、終身刑に処されるという刑法、第 295C 項が、 宗教的少数派を脅迫するため、財産没収、職業剥奪のため、紛争に起因する報復のためなどに悪用されることが多く、事実無根の訴えにより死刑判決を受けたり、上訴審を待ちながら何年間も収監されたり、または死刑により殺されたりしている。ジャハンギールは1995年、冒徳行為で訴えられ、死刑判決を受けた14歳のキリスト教徒を、 擁護したことで嫌がらせや脅迫、攻撃を受けた。少年は最終的に彼女の尽力により無罪釈放されたが、彼女は生涯にわたって繰り返しこのような脅迫を受け、収監された。1983年には、白軍事政権を批判し、民主,主義回復運動に参加したことを理由に、収監された。2005年には、 女性が参加したことで論争を呼んだマラソン大会を企画したことで逮捕された。ジャハンギール2007年にも反政府活動により拘束された。これは2007年10月の大統領選挙の際に陸軍参謀総長であるムシャラフの大統領選挙出馬を違憲とする裁判が行われていたため当然無効判決を阻止するために軍を動員して最高裁判所を封鎖するとともに パキスタン全土に非常事態宣言を発して、憲法の効力停止を命じ、臨時憲法令を交付した時のことである。ムシャラフを批判していた、チョードリー最高裁長官を含む14人の最高裁判事が解任され、その多くが自宅軟禁に置かれた。当時、信仰、信条の自由に関する国連特別報告者であった、ジャハンギール最高裁弁護士会会長、 人権委員会委員、パキスタン弁護士改善副会長を含む500人以上の法律家や人権活動家、反政府活動からもまた拘束、または自宅軟禁された。反気分国連事務総長は、ジャハンギールを含む人権活動家の拘束に深い失望を表明し、ルイーズ・アルブル国連人権高等弁務官は、非常事態宣言は国家に 緊急の安全保障上の脅威が差し迫った時にのみ、用いられるべきもので、司法の連結性や、司法の独立を掘り崩すものであってはならないと述べた。女性アクションフォーラムもこうした事態を受けて、非常事態宣言の即時撤回、憲法の効力と基本権の回復、逮捕者、交流者の釈放、報道機関及び電子メディア抑制の撤廃を要求した。ジャハン・ギールは、 国連特別報告者を3期務めている。略式手続きによる刑の執行に関する特別報告者、信教、信条の自由に関する特別報告者、イランにおける人権に関する特別報告者であり、とりわけ、信教、信条の自由に関する特別報告では、独裁政権と政治的利益のための宗教の利用を厳しく批判した。 ジャハンギールは2010年にルーズベルト4つの自由賞の一つ、信教の自由賞を受賞しているが、受賞を演説で次のように語っている。宗教的不寛容に国境はない。宗教的不寛容は伝染し、世界中のほとんどすべての宗教において頭をもたげる。宗教的少数派の権利は脅かされている。これは、その他の点で民主主義の規範が守られている。 社会体制においても同様であるが、独裁体制は社会に深く根付いた不寛容を助長することになる。したがって民主主義、法の支配、そして人権が相互に密接に関係し合っていることを理解することが重要である。この三つは共に栄えるか、次々と滅びるかのいずれかである。2016年にジャハンギールがイランにおける人権に関する、 特別報告者に任命されると、イラン司法不人権本部のジャワード・ラーリー・ジャーニー初期は、前任者は、職権を悪用し、イランに対する疑惑を作り出そうとしたが、世界の最大の人権侵害国の一つは、アメリカであり、このような米国や欧州諸国に、イランの人権に関する特別報告者を任命する、権利はないと抗議した。ジャハン・ギールは、この特別報告者の任期半ばで死去し、 パキスタンの法学者ジャビット・レーマンに受け継がれた。ジャハン・ギールは他にもいくつか国連の調査団に参加している。2008年に心境、心情の自由に関する特別報告者であった彼女は国連人権委員会合問問題特別調査官マンフレット・ノーワーク氏とともに中国共産党に対して法輪功学習者を対象に生きたままに 臓器摘出する暴行を指摘し、中国では2000年より臓器移植件数が急増したが、この間に使用された臓器の出所について説明するよう求めた。2012年3月22日、国連人権理事会が東エルサレムを含む占領下パレスチナ領のイスラエル入植地に関する国際事実調査団を設置し、占領下パレスチナ領における パレスチナ人の市民権予備、政治、経済、社会、文化に関する権利に対するイスラエル入植地の影響を調査した。調査団は団長で、フランスハキーンハ判事のクリスティーヌ・シャネ、国際法律会員会委員で、ボツワナの弁護士、ユニティ・ダウ、そしてジャハンギールの3人の女性により構成された。1983年から2009年までの26年に、わたる、 スリランカ政府とタミルイーラム解放の虎による内戦では多数の死者や難民が出てその多くがタミル人であった。2014年国連人権委員会はスリランカ政府による戦争犯罪と人権侵害に関する調査団を結成した。調査団員はジャハンギールモットフィンランド大統領で国際連合コスボ特別大使などを務めたマルッティ。 アハティサーリ、元ニュージーランド総督で高等裁判所判事のシルビア・カートライトであった。調査団はマヒンダラ・アージャパクサ政権下で内戦の最後の数ヶ月に4万人の民間人が殺害されたと報告した。国連人権高等弁務官事務所の公式ウェブサイト掲載のアスマ・ジャハンギールの履歴書による司法活動その他2018年2月11日。 心臓発作により、急死、去年66歳。突然の死に衝撃が広がり、コフィー・アナン・元国連事務総長、シェイク・ハシナ・バングラデシュ首相をはじめとし、世界中の人権活動家が哀悼の意を表した。シャヒット・カカアン・アバシ・パキスタン首相は、彼女が、法の支配、民主主義、人権のために、計り知れない貢献をしたとしてその功績を称えた。ありがとうございます。